こんにちは。違う、こんばんは。こんばんは。おいて。おいて。え。こんばんは。待って、くしゃみです。ミュートミュート。くしゃみでそうだからミュートにしたらくしゃみでなかった。こんばんは。やっほーやっほー。抜けちゃった。出ないんかーい、出ないんかーい。ちょっと待ってね。こんばんは。今日はですね、なんと HKT さんのツアーの東京公演のゲストに出演させていただきました。イエーイ、嬉しい。こんばんは。髪型好き、嬉しい、ありがとう。今日はこれに、ね、迷っちゃった、これにした。すごいね、楽しかったです。あの AKB だけではネモハムルーマンして、HKT さんと一緒にはあのヘビーローテーション一緒にしたりして、めっちゃ楽しかった。こんばんはね。びっくりした。嬉しかった。あの AKB のゲストの方にさ、はい、なんか出させていた、出演んさ、やったのもさ、めっちゃびっくりしたし、そう HKT さんのと、あのなんだっけと、ん、 HKT さんとのコンサートにをやるのも初めてだったし、すごい、こんばんは。みんな可愛くてキラキラしてました。こんばんは。こんばんは。可愛い、ありがとう。ひろなさんもね、絡んでないですね。こんばんは。こんばんは。あ、あきよしさん会えました。そう、昼と夜どっちも出させていただいて、そう。客席、え、そう。まさか HKT さんのコンサートなのに、だから絶対そう自分のファンの方とかいないと思ってたんですけど、何人かいらしてたみたいでびっくりした。とうちわ持ってくださってる方いてびっくりした、本当に。みたいな。ここで私のうちわがあるのみたいな。めっちゃびっくりした。嬉しかった。こんばんは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 。衣装と髪型がマッチしすぎてダンサーが、本当ですか。こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごいね、いい経験になりました。そう、昼も夜もそう、めっちゃ楽しかったです。こんばんは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 。HKT さん、あ、そう、そのさん、宮崎そのさんがあのツイッターをフォローしてくださって、直接はお話ししたことないんですけど、そうでフォローしてくださって嬉しかったんですよ。こんばんは。おとといゲストで会いました。あー、何恋公演か。ルーマーすごかった。え、嬉しい。ルーマールーマールーマー、こんばんこんばんは。でそのヘビドテはなこさんとひとみさんのセンター、ダブルセンターで、なんかもうすごいね、こんばんは。
んばんは。そう、アイズワンさんのお二人のあのなんだっけ、ダブルセンターっていうのか、あのマイク持ってさ、マイクでさやるじゃん。こんばんは。こんばんは。でもうなんか差し入れがめっちゃ多くて、後で紹介しますね。そう、確かに握手会なくなっちゃったからね。そう、あ、そう、栗原さゆさんと推しな、あ、そうなんですね。あのね、なんだっけ、その3人でペアでやるんだったんでしょう、振り立てで、渡辺あかりちゃんと栗原さゆさんとやって、めっちゃニコニコ目合わせてくれてすごい嬉しかったこんばんは。ルーレット全部 AKB、 そうだから笑い声あったんだって。そう、 HKT さんとはツーショット撮る機会はなかったんですけど、あの AKB とは撮りました。そう、ちょっと撮る機会なかった。こんばんは。あ、ね、指原さんもね来られてた。そう、すごい楽しかった。なんかもうなんだっけ、それなんだっけ、なんだっけ、モニターに映ってて、すごい HKT さんの歌めっちゃ好きなんで、あの知ってる歌流れたら歌ってた来たーって思って、大人列車来た時、大人列車来たーって思って歌ってた。そう、うんくわ3回テトラポットに。昨日は NGT さんがゲスト出演の、あ、ね、そうみたいですね。 NGT さん、寄せて返す波音。こんばんは。そう、大人でしたね、配信でめっちゃ歌ってるからこんばんは。控え室で何してたの？控え室は、結構待ち時間あったので、メール書いたり、755返信したり、あと、ダンスの確認したり、あと、お弁当食べたり、あと、くるみちゃんとズッキーとゲームしました。こんばんは。3個ゲームしたんですけど、なんだったっけ？牛タンゲームとほうれん草ゲームと、あ、今日生で見た、嬉しい、ありがとう。まなかちゃん、あ、ね、まなかちゃんね、よかったね、今日よかった、本当に大丈夫かな。そう、牛タンゲームとほうれん草ゲーム、おお、ありがとう、うさぎ、イエーイ。あ、待って、これ私も見たい、これちょっとショールーム起動するから、ちょっと待ってな。牛タンゲームとほうれん草ゲームと、あ、そう、マリオゲーム、それ、ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっと待ってねったら、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、だからちょっと待ってねそう、マリオゲーム、つけた、固まりやすいんですよな、スーパーマリオゲームとほうれん草ゲームの3つした。なんかまず牛タンはなんだっけ、牛使って、牛タン、あ、牛、あ、もう忘れたなんかむず、え、待って、覚えてるのはあの、あ、メール来た、ありがとう。あの、覚えてるのはマリオ、あ、スーって人
人目ってスーって、2人目がパーって言って、次がマリオって言って、その次がスーパーマリオって言って、そしたら次最後がチャリンって言う、スーパーマリオスーパーマリオチャリンって言って、でそれをどんどんチャリンを増やしていくんですよ。スーパーマリオスーパーマリオチャリンチャリンって、それがめっちゃ難くて、もうで最初牛タンゲーム理解できなさすぎて、ね、もうズッキーとクーちゃんがめっちゃ教えてくれて、何回もでやってくれて優しい。こんばんは。そう、理解したら分かるんですけど、理解するありがとう、嬉しい。これみんなにも映ってるのかな、エグク、エググエッグだけど、そう、増やしていくのとか、ほうれん草ゲームめっちゃ笑ったなんかそう、ほう、あれ、ほうれん草を2個持ってるんですよ。まず自分がほうれん草を2個持ってて、それを渡すんですよ。で3人でやったから、こうやってほうれん草、ほう、あ、ありがとう、エクほうれん草、ほうれん草って言ったら、渡された人はまた誰かに渡すんですよ。もらったらほうれん草、ほうれん草みたいな、2個はあるんですよ。でそれやって、ありがとう、嬉しい、いっぱいありがとう。なんだっけ、うさぎ、モーリーさんの番組見ました、ありがとう、嬉しい。そうで、ありがとう、めっちゃエフェクトくれる、ありがとうございます、嬉しい。そう、めっちゃ難しくて、ほうれん草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 、あれ、ほうれん草、ほうれん草、まあ、とりあえずほうれん草を渡すんですよ、2個で、そう、そういうゲームなんですけど、でそれをやってて、最初わかんないから、ちょっとなんか物持ってやっていいって言って、私のメイクブラシ持って感じ、それをほうれん草に見立ててやって、でそれができたんで、あの次はそのノール、そういうの持たずにやろうってなってやって、それで、そんで、そしたらそれできた時にズッキーが、じゃあルール追加するねって言って追加とかあるのとか言って、なんか台があります、そこにほうれん草を置けますみたいな、で一回置けるんだけど、その2つしかほうれん草ないじゃないですか。で台の上に2つ置いたら、これでほうれん草、ほうれん草ってこうやって踊るっていう、台の上に2つ乗った瞬間にほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草ってやるっていうルールがあるらしくて、そっちバージョンでやろうみたいに言って、めっちゃむずいのそれ。そう、乗った瞬間にもみんなでこれやるので、そしたらまた台から取ってほうれん草、ほうれん草ってまた渡すのもうさ、わけわかんなくなるの途中で。そう、めっちゃ面白かった。これやってる時が一番、しかもなんか私が一回これ置いたら、次いつこれ取っておればいいか分かんなくて、ずっと台の上に一個だけほうれん草あるみたいなめっちゃ面白かった。あ、取るのは乗せた人が取るの、絶対に乗せた人しか取れないんですよ。そう、めっちゃ面白かっためっちゃ頭使っても、お疲れさまねって言って、そう、乃木坂さんが番組出た、あ、そうなんだ、有名なんだね、初めてやった。しかもなんでほうれん草なんだろう、本物のほうれん草持ってきて、面白っと伝わった、本当によかっためっちゃ面白かった。そうなんだ、ほうれん草ゲームめっちゃ、そう、ほうれん草ほうれん草ほうれん草もう一生笑ってたとかして過ごしましたね。いろいろ、もう結構、あ、ありがとう、イエーイ、変な顔、うさぎありがとう、アイスアイス、フォローありがとう。そう、それしたりとかね、有意義にします。昨日のお話し会のコメント多分全部返せたんじゃないかな、多分とかしてました難しい、マジでめっちゃ脳トレって感じ、めっちゃ頭使う、もう疲れた、頭疲れたけどめっちゃ面白かったとかかな。
そう、全然理解できなくてびっくりした。どうしよう、恥ずかしくなってきちゃった、理解できなさすぎて。今日は昼に HKT さんのライブに行ってきた。おお、いらっしゃったのですね。めっちゃね、すごい良かったよね。なんかモニターとかに映像映ったりとかして、すごい本格的だった。めっちゃこんばん、こんばんは。もうね、 HKT さんはもう握手会がなくなってからもう会う機会ないじゃないですか、やっぱ遠いし。そうだからすごい、なんかすごい、なんて、でも SNS とかでは見てるからさ、なんかあ、本物だみたいな、本物だって言っても変だけど、なんか、はい、本物ってか生で会うことはあんまなかったので、あ、うんみたいな感じでした。あみたいな感じでしたとか、あ、すごいって思って、こんばん、こんばんは、こんばんは。すごいね。あとなんかその、なんて言うんだろう、他のアーティストさんの曲とかもやってて、虹っていう曲あるじゃないですか。それを花さんとかが歌ってたのかな。あ、1183日おめでとう、ありがとう、ありがとうございました。またどうぞ。こんばんは、こんばんは。すごい楽しそうだった。うん、いちご食べた。いちごの差し入れとかね、めっちゃ差し入れ嬉しかった。すごい楽しかったですね。他のアーティストさん誰が好きなの。ね、わからないね。わからないねとか言って。あ、他のアーティストさんの曲やるの昔から。あ、そうなんだ。お、花さん推しです。今日はありがとう、こちらこそありがとうございました、嬉しい。誰だろう、アーティストか。あ、確かにあいみょんさんの曲いいですよね。あ、ね、なこさんめっちゃ歌上手、うまいですよね、すごかった。パッと出てこなかった。めっちゃ可愛かった、なこさんね。春の日ってね、春の日って誰の曲だろう、わかんないけど、春の日ってね、やってた気がする。こんばん、こんばんは。確かに柔道機多めだったかも今日。うん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 、そう、最近マルーゴール、マルーゴールじゃない、間違えた、マリーゴールドにハマって。そう、あ、さえさん推し、お、さえさんは今日こうやって一緒にヘビロテーション、ヘビロテーションじゃない、やばいやばい、ヘビーローテーションができてすごい嬉しかったです。めっちゃ優しかった、可愛くてね。 I want you, I want you, I need you。 あれ、どうだっけ振り付け、あれ急に飛んじゃった。あ、 I need you だ。マリーゴールド、マリーゴールド、うん、そう、今日はね、やっと1時間できるということで、ということでちょっとだけカラオケをしたいんですけど、付き合ってください。で、しかも今日は HKT さんのライブだったんで、 HKT さんの私の歌える曲を歌いたいと思うので、よかったら聴いてください。久しぶり、もう最近ごく身近でごめんね、本当にすいません。後でやるね。じゃあ、どの何時、何時からするか決めといた方がいいか。10時10分とか ?10 時5分でいいか。10時5分からやろう。じゃあ、それまで差し入れ紹介していいですか。差し入れ紹介していいですか。もういっぱいいただいたんですよ、今日、本当に。まず。まず、こちら。博多通りもん。これは、美味しいですよね。これ博多通りも定番、めっちゃいい匂い。でも実際の博多で買っててると思うから、博多博多博多、コロナにかかってしまう、大丈夫ですか、大丈夫ですか。うん、 HKT さんは母さんと行ってきた、来てくれてありがとう。こちらこそありがとうございます、楽しかったです。博多通りもんと、次は爪切れ、嬉しい、今日切った爪。あとね、白いの、白いのじゃない、なんだったっけ、なんだっけ、透明の塗った、
トメン。そして次はじゃん、黒糖ドーナツ棒。これはドーナツ棒です。私は何もしてないですみたいな感じ。めっちゃ美味しそう。こんばんは。そして次はもう食べちゃったのもあるんですよ。じゃん、カレーマン。え、これめっちゃ何種類もあって、みんなでじゃんけんしたの8人で。あ、違う、間違った。じゃんけんじゃなくて、じゃあせーので刺そうみたいな感じで、せーのって言って刺す刺すみたいな感じでやってた。こんばんは。なんか黒ごまとかね、もうすごいカラフルで、めっちゃ超カラフルで、ちょうどカレーを刺した人がいなくて、そうこうやってピッて刺すんですよ。で、私迷っててどうしようかなみたいな、なんとなく決めたんですけど、あのその決めてたやつをパッて刺したらいたんですよ、指がもう一本。あ、いると思ってスッて上にずらした、なんもなかったとこに。それカレーだったんですよ。だからあ、オッケーと思って、そうそうカレー、そうそうそう、それでこれでも美味しそうじゃないですか。そうチーム4カラーなんですよ。あと何色があったかな、なんか青とかね、あとなんか黒もあったね。そういろいろあった。そうと、もう一個はこんばんは。黒美味しくなさそう。え、黒美味しそうだったよ。あ、大学芋味とかもあった。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとう。あ、で、これ、じゃん。なんかこれ、みんなもらった瞬間に、うわーって言ってた。あ、初見ありがとう。声かわいい、ありがとう。嬉しい。みんなが、って言ってて、有名らしい。これはね、なこさんからなんですよ。そう、なこさんが、個人的に、っていうか、なこさんに、めっちゃこれ有名なんだって。ちょっとこれ見て、これなんか分からんけどめっちゃ美味しそう。すごい美味しそう。エシレですって。エシュレ有名なの。すごい嬉しい。エシレです、これと、あとは、あ、ちょっと、あ、これです。これはじゃん、マフィン。ちょっとヨレヨレになっちゃってるんですけど、マフィンと、美味しそう。これでどこのか分かんない、このまま置いてあった。で、最後はちょっと冷蔵庫に入れちゃったんですけど、もうなんていうの、実際のみかんあるじゃないですか、みかんのゼリー、みかんの形で中がくり抜かれて中にゼリーが入ってる、みかんの皮の中にゼリーが入ってるの。そう、すごくない？めっちゃすごい。あとね、戦利品、あとね、その場でフルーツサンドもいただいて、それもう食べました。それはもう向こうで食べちゃったんですけど、そう、ちっちゃいね、こんぐらいのサイズのねフルーツサンドでめっちゃ美味しかった。うちはチョコイチゴにしました。チョコホイップにイチゴ入ってた。めっちゃいっぱい差し入れあるってびっくりしちゃった。嬉しい、大事にする。そう、冷凍みかんばか食べてる。そうなん？こんばんは。初音もありがとう。そう、でも本番あるからそこでは食べなかった、持って帰ってきちゃった全部。あの、そうなの。こんばんは。あ、ゆいりさんからマニキュアと出会いもらえる。え、私のもあるかな。こんばんは。こんばんは。早く食べな、うん、食べる。こんばんは。美味しいうちに早めにどうぞ。わかった、早めに食べる。明日福岡に帰る。お気をつけて帰ってくださいね。気をつけてね。こんばんは。
こんばんは。明日の朝食べちゃう。食べる。明日の朝食べる。私もゆうじさんの手紙欲しい。ね、たくさんある。めっちゃ美味しそう。やばーい。あとはもう食べちゃったけど、いちご、白いいちごも食べたし、そう。エシではバターケーキが、あ、そうなんだ。赤ちゃん。わかんないよ。もしかしたらさ、その日出た子だけかもしれないよ。ありえるよ。こんばんは。全部今食べちゃおう。大変なことになってしまいますね。うん、我慢できる。かおりちゃん、渋谷で見えて嬉しかった。ありがとう。今度、かおりちゃんに手紙書く。ありがとう。嬉しい。くるくるさ。うんうん。あとは、そうね、あとはね。あとは、以上かな？以上です。めっちゃ嬉しい。お腹すいた。だって中華のお弁当食べたの、僕、あの、6時ぐらいに食べたかな？いや、6時じゃないか。何時だっけ？夕方に食べたんですよ。で、あといちごサンドと、お昼はお弁当を食べて、で、あとは、朝は自分で家で朝作っていた。こんばん、こんばんは。中華めっちゃ美味しかったよ。なんか2種類あったんですよ、中華弁当で。1個の方にはエビチリが入ってて、もう1個の方にはエビチリが入ってなかったの。でもエビチリが入ってる方のおかずよりもエビチリが入ってない方のおかずの方が全部好みだったんだけど、ただそこにはエビチリがないの。だからエビチリがそこに引っ越してくれれば最高だったんですけど、そう。でもエビチリはそっちにしかいないわけ。うわー、エビチリって思ったけど、そうね。そしたらまなかちゃんも同じこと思っててめっちゃ面白かった。同じ人いたって思って、こっちがいいんだけどエビチリがこっちなんだよって言って、そう、そうなんですよ。そう、うまくはいかないですね、人生っていうものはね。エビチリはやっぱ美味しいですからね。エビチリいいよね。誰かのエビチリ取っちゃいは。無理無理、人のはあかんでよ。飽きませんよ、座布団が届かない。よいしょ、お腹空いてきちゃった。食べ物を紹介したからお腹空いちゃった。お腹空いたよ。あ、なんだこれは、すごい、なんか緑、ありがとう。仕事あってこれからご飯食べる。おお、疲れ。そのうち高級中華に行くようになれるよ。え、高級中華屋さんとかあるの？すご、高級な中華料理屋さん。こんばん、こんばんは。お腹すいたしって、大阪やないかーい。どれ食べましょう。今一番食べたいのはこれ。なこさんのチラシ絵が一番食べた。字が上手くなるコツを教えてください。ね、皇室に通う、上手な字を真似するとか。私説得力ないで、私に聞いても。私めっちゃ聞いて、あ、フカヒレ、そうなんだ。フカヒレ、フカヒレ、やっぱお腹鳴りそう。お、HKT さんのコンサート見に行って帰ってる。おー、ありがとうございます。嬉しい。優しい、私。え、ありがとう。そんな風に言ってくれて。こんばん、こんばんは。北京ダック食べたことない。日高屋？日高屋って知ってるよ？行ったことないけど、めっちゃ見たことある。こんばんは。子供の頃から字の汚さが変わりません。私もだよ、字めっちゃ下手。下手っぴ、下手っぴ。どうもありがとう。
ね、字綺麗だとね、もうそれだけで素敵だよね。でも私は汚いんだよね。かまかま、日高屋って何屋さんなの？中華屋さんなの？かま、かまは赤坂の料理屋さん。ええー、赤坂、赤坂シャカシュ、赤坂シャカシュでしょ。あ、シャカ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 シュ。HKT さんは誰と仲いいの？え、仲いいっていうような方はいらっしゃらないんですけど、本当に私は本当に人見知りっていうか、なんかあんまりそのあんまりさ、あれだからコミュ力がないからないんですけど、でも話したことあるのは秋吉優香さんと、あと、え、終わり終わった。HKT さん、皆さんありがとうございます。嬉しい。あと、終わりかいとか言わないでよ。終わりなんだから。本当に私本当にないんですよね。そう、そうですね。なんかめっちゃ仲良くて毎回会うと喋りますみたいな方はね、お一人もおらっしゃりません。仲良くないと。でもそれはもうどこのグループもそうかもしれない。うん、そうね、どこもそこまで知り合いないかも。皆さん私にそういうのを期待しちゃダメですよ。コミュ力ないんだから。だよね。そうだよ。こんばんは。こんばんは。聞いてごめんね。大丈夫。私、もしかして人と絡むの苦手なのかな。こんばんは。こんばんは。お腹すいた。元気出してありがとう。ありがとう。ごめん。そう、メンバー見知り。緊張しない？なんか緊張しちゃう。人見知りに見えない。本当ですか？なんかそうですね。メンバーとかの方が緊張しちゃうんですよ、私。そう。こんばんは。とりあえず食べろって。食べていいな。食べー。だっておいしそう。あー、いい匂いだな。いい匂いだな。いい匂いすぎる。さよなら毛利さんのショール配信で書いちゃってた。あ、そう、ズームしたよね。そう、見ました。今日も可愛い子ありがとう。声だけありがとう。食べたらあかん。好きな飲み物かな。好きな飲み物はクリームソーダです。こんばんは。緊張でガクガチだった。そう、ガクガチじゃない、ガチガチだった。そう、あ、そろそろカラオケ OK。 カラオケしましょう。かおちゃん、お疲れ。なんだったっけ。あ、お腹すいた。嘘。じゃあ唐揚げを食べました。嘘です。ちょっと待って、マイク、イヤホンマイク。何から歌おう。好きな歌は大人列車と、あと、なんだっけ、ごめんねってなんだったっけ、ちょっと忘れしちゃった。片思いしてラピュラピュ、あ、控えめアイラブユーだと、
あと、あとね、ウインクは3回が好き。どれにしよう。とりあえず、どれからいく？あ、サクタベも好き。サクタベも好き。じゃあその辺を3つくらい歌えたらいいかなと思います。カラオケと飽きない大丈夫かなと。待って、久しぶりすぎてカラオケのやり方を分かんない。誰だ、あれ、カラオケってなくなった？あった。じゃあ最初は I love you にしよう。なくなったかと思った。あったよね、前歌ったよね、これ。控えめ、あ、控えめって言っただけで出てきた。さあ、では行きたいと思います。ちょっと声枯れてるけど、よいしょ。あ、待って、イヤホンつけなきゃ。ドゥンドゥルル。おお、できた。声聞こえ、あ、聞こえ、これしなきゃ。初見ありがとう。カラオケする。エコーとかあった方がいいのかな。
構話してる。フォローありがとう。次はサクタベ。サクタベとウィンクとお隣じゃん。ウィーポーだったっけ、なんだっけ、ウィーペーだっけ、なんかウィーマパーみたいな料理のさ調理器具あるよね。調理器具じゃないわ。次は桜。桜みんなで食べたもめっちゃ好き。あ、ちょうどいいね今桜の季節。桜み桜桜って天皇かな。あった、うるさかった今マイクでしょ。あーちょっと歌えなかったらごめん。めっちゃ久しぶりに歌うんだよ、言い訳してごめん。歌えなかったらごめん。あ、どうもありがとう。ワンツースリーフォーって言わせた。ちゃんと今渋谷から来たんです。おかえり。
なんだっけ、ウィンクは3回、3回にしときたいと思います。あ、音羽列車の方がいいかな。音羽列車にしようかな。音羽列車にしました。ウィンク3回高いかも。大人っぽくって書いてる私の。大人列車、子供列車。よし。
いけるかわかんないけど、ちょっと最後はじゃあウインカー3回で締めたいと思います。いけなかったら本当にごめん、失礼失礼すいません。ちょ、いけんかったらほんまごめんなさいね。エフェクトありがとう。イエーイ。HKT さんにちなんだ HKT カラオケでした。楽しかった。ウェイパー。
アンコールあるよなって、やばいやばい、アンコール始まって、アンコール、なんだろう、あと何歌えるかな。何歌って歌えるのあるかな、なんか知っててもちゃんと歌える曲ってあるかな、他にあるかな。12秒多いんで、12秒って歌えるかな私。12秒ちょっとやってみる、うん、あの知ってるの歌は、でも歌えるかな歌えますとか書いてんだけど多分なんか歌えると思う。12秒まではまだ歌えるかな、どうだろう、ちょっとこれでめちゃくちゃ下手くそだったらちょっと本当に13秒謝ります。13秒って言っちゃった本当に。じゃあ最後ごめんね長くて。じゃあこれラスト、これさ今日もさ歌ってたよね、ヨーってあるよね、ちょっとやばい、ヨー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 歌舞伎になっちゃう私だったら、ちょっと待って本当に間違ったらごめんなさい、ちょっと世界中で一番綺麗な宝石をあげる、あげる、だからちょっと目を閉じてなんていたずらって言われる、テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする夏の恋が今
した。やったー。ちょっと帰って帰って。あ、優しい優しい。12秒でした。ありがとう。楽しかったカラオケ。元気出る。嬉しい。12秒に聞こえる。ちょっとやばい、滑舌問題かも。まぶしすぎる12秒。ほんとだ。でもさ、チューの歌じゃん。だからあながち間違ってはないね。だってチューするってことでしょ。でチューだから、チューっちゃチューなんだけど、でも10だもんね。12秒だもん、ね、ホリケンさんでね。順次はということで、ありがとうございました。12秒ぐらいは動けない。なんか素敵。お腹鳴っちゃってない？あ、お腹減っちゃったろ。お腹減っちゃってるけど大丈夫。ますますお腹空いたね。確かに。なんか空いちゃった。ありがとうございます。楽しかったです。久しぶりのカラオケ。今日は全部 HKT さんの曲でやりました。楽しかった。焼きそば。ではそろそろ、わ、10月31日だ、うちの誕生日。ぎゅう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 。牛タンゲームしたいけど一人じゃできない。もう一回リベンジしよう今度。ではではそろそろね、ランキングをしていきたいかと思います。好きな歌ばかり。おっ、 HKT さんのコンサート見に行ったの。出たんですよ。出たっていうか、ゲストで AKB がね出演させていただきました。ギュッギュッギュッ。あなたにギュッとされた時、漫画みたいにハートの場所がわかるのだから、ギュッギュッギュッ。おお、横須賀の言ってたんだね。おお、すごい前の方だ。では行きたいと思います。ふうしゅしゅしゅ。今何語喋った？かおちゃんに会えると思いませんでした。嬉しい、ありがとう。私、絶対私のこと知ってる人さ3人ぐらいはいたらいいなって思ってたけど、今んとこ3人以上の方が初めて会えたみたいな時、私のこと知ってくれてたのかなってびっくりした。ありがとうございます。本当に優しい。では行きたいと思います。いや本当にいないと思ってたから、ね、いいのかなって思って、そう、私行って大丈夫かなって思ってたんですけど、優しいです、ありがとうございます。では行きたいと思います。第13位はディロリロリロリディロリロリって、ちょっとなんか間違ってるな。ダラダラダラか、なんだっけなんだっけ、効果音が違うな。ドルルルルルルか、ドルルルドルルルルルだ。いきます。13位は大地さんです。ありがとうございます。12位はトラサポさんです。ありがとうございます。11位はヒラモンさんです。ありがとうございます。10位はアッキーセブンさんです。ありがとうございます。9位はマーボさんです。ありがとうございます。8位は J さんです。ありがとうございます。7位は七石さんです。三毛ネカットマーキーたんぽさんです。ありがとうございます。6位はのぶさんです。ありがとうございます。5位はかずみっちさんです。ありがとうございます。4位はあじやちゃんさんです。ありがとうございます。3位は萩谷とまきえぞのひとさんです。ありがとうございます。2位ははなちゃんさんです。ありがとうございます。そして第1位はこまねこまにゃのじいさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介タイムでした。ありがとうございます。次はギフトくださった方のお名前呼びたいと思います。こんばんは。動けないよ12秒。へい、
初音もありがとう。じゃあ行きたいと思います。こんばんは、こんばんは。今日手振りがうるさいね。行きたいと思いますとか言っちゃって、ね、今日私半袖なんですよ。ずっと今日も暑くて半袖で行って正解でした。では次アギスト読みたいと思います。皆さんも半袖でしたか？かずみっちさん、伊藤さんさん、メロディーさん、しゅうじさん、マーボーさん、ウィル6番さん、ゆきかなさん、こいこいさん、たかいさん、あじだっちゃんさん、りかさん、ゆうまさん、はなちゃんさん、じえさん、ひろ16さん、なんたあとまきねがきかおりがらくついたちゅうさん、みきねがとまきゆたんぱさん、こまねこマニアのじいさん、かずみっちさん、マッシュルームちさん、はなちゃんさん、だいちさん、おのぴーさん、ライダーさん、昔からおじん、ゆかの人さん、ゆうまさん、クリームアンピーさん、アッキーセブンさん、ひらもんさん、中川くんさん、りかさん、新規おやじさん、こまねこマニアのじいさん、ふみおさん、マーボーさん、さやりんまるさん、ひらもんさん、こうぽんさん、としのりさん、マーボーさん、のぶさん、はぎーあとまくえずのひとさん、やのたけしあとまかわりちゃんほんとかわいいなさん、ふみおさん、あのぴーさん、ひかりちゃんさん、あじだっちゃんさん、ひらもんさん、かずみっちさん、ふみおさん、ひらもんさん、みきねこあとまきゆたんぽさん、やのたけしあとまかおりちゃんほんとかわいいなさん、ありだっちゃんさん、こまねこマニアのじいさん、とらさぽさん、ひらもんさん、はぎあとまくえざのひとさん、こみさん、ゆうきはまほうさん、ゆうまさん、じえさん、こまねこマニアのじいさん、はぎあとまくえざのひとさん、はなちゃんさん、ひらもんさん、メロディーさん、あっしーちばさん、ありだっちゃんさん、だいちさん、こまねこマニアのじいさん、はなちゃんさん、ライダーさん、みけねこあとまきゅうたんぱさん、パーフォリンさん、ライダーさん、ジェイさん、スーパーのずみ2号さん、トラショポさん、キムリーさん、タカさん、トキワさん、さよりまるさん、ゆきかなさん、あつし、あとまくじゅんかおし、カラオケ配信、カラオケ楽しかったよ、上手だった、うまくなったねさん、まこさん、キラキラ落ちじばめよう、鈴葉ちょうずつおしょうれんじゃ、あとまくじゅんちゃんずさん、日高浩二さん、アズマンさん、ダライヤさん、ウラカンさん、クラライカールルシルフルさん、新規おやじさんです。ギフトありがとうございます。お腹すいた。ギフトありがとう、嬉しいです。イエーイ。ということで今日もショールーム見てくださったり、コメントくださったり、ギフトくださったりと、すべて本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。そして今日も皆さんお疲れ様でした。なんとあとメール読んでくれたりとかも今日もありがとうございました。今日はなんだっけ、今日は日曜日じゃないですか。だからもう明日は月曜日が来るわけですよ、マンデーがね。でマンデーもマンデーですがね、一緒に頑張っていきましょう。サンデーマンデーチューズデーウェイパーマンボーコンサートありがとう、ありがとうございます。嬉しい、そんなに言ってくださって。あとね、明日も応援しているので頑張ってください。皆さんが明日もいいことがいっぱい起こるように応援しています。そしてこの後ゆっくりできない方はゆっくりできない方は頑張ってください、応援しています。夜勤とかある方も頑張ってください。そしてゆっくりできる方はゆっくりしてくださいまだまだもうちょっと一日があるので頑張ってください。ということで皆さん明日からも一緒に頑張りましょう。今日も見てくれて本当にありがとうございました。追い打ちかけちゃってごめん。また明日もメールとかショールームとか待ってくれて嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。あ、ばあ、やばい、ボルナー忘れとった大事な仕事を忘れなさんな。あ、じゃあサンマにしよう。なさんながちょっとサンマに来たから、明日のラッキー魚はサンマだよ。サンマって10回唱えるとラッキーになるのでぜひ試してください。サンマ
さんま、さんま、さんまです。では5秒で切っていきたいと思います。さんま、いきます。せーの、ぎゅう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 。じゃあ5秒で切っていきたいと思います。ほうれん草、ほうれん草楽しかった、ほうれん草ゲーム、またやりたい。では行きたいと思います。 5 4 3 2 1 0。 ありがとうございました。では本当にありがとうございました。指も土下座しておりますバイバイ、ありがとうございました。またね、バイバイ。では失礼します。バイ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 。あ、もっともっと生きている私になるわ。あれ、これどうやって切るんだ。あ、これか。では失礼いたします。バイバイ、ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ。失礼します。